なり縄文展など作りを教えてくれる宮代町郷土資料館の学芸員の河合真一先生です。河合です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。状態って平らじゃないですか、うん、これを丸っこくするにはどうするかっていうと、ね、これは斜めにこうやって削るしかない。斜めに削ると丸っこくなるの。ちょっと試してみるから、ちょっと待ってて。丸くなってきたよ。丸ね、ほら見てください。ほら斜めに削ると、両側から斜めに削ると丸くなるでしょ。あ、なんかこう変なのついてるの、ほら変なのこっち側とこっち側が斜めに削って、真ん中の平らなところに移しちゃうと同じような感じになってくるね。だからみんなにもこれをやって自分で狙い撃ちしてここを きれいにしたいなと思ってこういうふうにやってみな。で細かいところはちょっとこれで やったりとかさ、ね、でこういう状態でもすぐに使えるから、ここはここに穴を開けていくんだけど、絶対こうやって開けちゃダメです。割れます。削るのが大変だった。2個、はい、何ですか。